Good morning! ポッドキャスターのリッキーです。この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や、機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝、Apple Podcast、Spotify、Stand FM をキーステーションにオンエアしております。さあ、まず、今日お届けするトピックはこちら。音声配信ばっかりやっていると、マジ、稼げない。たった一つの理由をご紹介しちゃいます。はい、音声配信に猛烈に取り組んでいるリスナーのあなた、いや、稼げてますか？まあ私も稼げている方の部類ではないんですけれども、稼げないですね、理由がね、いくつかあるんですよ。これについてですね、ご紹介していきたいなと思います。耳が痛い話、自分自身、リッキー自身にとってもですね、非常に耳が痛い話なのですけども、思い切って心の扉を開けてご紹介していきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずですね、理由は、まあ、まずもう本当に結論から言うと、これが理由ですね。音声で高単価案件は訴求力が弱いということなんですよ。高単価案件ですね、なかなかね、これ音声配信で、あ、こういうの、いや、いいですよとかね、例えば仮想通貨とかね、結構単価高いじゃないですか。仮想通貨やりましょうよ、こういうの良かったですよっていうふうに、ね、言って、仮想通貨のね、口座開設の案内とか、したとしてもですね、まあなかなかそこから行動する人ってそんなにいないんですよ、そんなにいないんですよ。あとはワードプレスのブログ解説いいですよとかね、いうこともありますけれども、まあね、音声を聞いて行動しようかなって思うときに、やっぱり高単価案件はちょっと動きが弱い、まあちょっとっていうかだいぶ動きが弱い、なので、そういう理由から、まあ音声ってちょっと稼ぎづらいよねっていうところがあります。皆さん実際のこのライフスタイルの中でどうでしょうか。まあ音声を聞いて、あ、これ例えばジュース買ってみようかなとか、こういう旅行のサービスやってみようかなっていうですね、まあ、ラジオ CM とかを聞いて行動することあると思うんですけども、例えばリッキーなんかで言えば、まあ引っ越しの業者のあれとかですね、まあ、あと車の販売ですね、そういうとこ、まあ車結構でかいですよね。まあでもですね、まあそういうふうに動くこともなきにしてもあらずなんですけども、やっぱりですね、なんか大きな買い物をするときって慎重に検討したくないですか？どうですか、リスナーの皆さん。私はそっちの派なんですけども、やっぱりね、こう、音声をきっかけになんか大きな買い物をするときに、視覚的に見て、そして声でも聞いて納得して、そしてですね、やっぱりね、クリックしたりしたいなと思いますし、いろんなね、比較動画とか比較画像を見て、あ、やっぱり納得だっていうところからですね、何かこう買いたいとか、なんかこうポチッと押したいっていうところないかなと思うんですよね。で、やっぱりね、こうブログとか、また仮想通貨とかおすすめするときに、声だけだと頼りにならないっていうか、まあ確かにいいんですけども、やっぱりですね、こう、ちゃんとこう、こういうふうにすると、ここのボタンを押して、ここの情報を入れて、こういうふうにすると、まあ、間違いがありませんよとかっていうことですね。視覚的に、まあ、文字で見て、そして画像で見て、まあ、時には動画で見るっていうこともありますけども、動画でちゃんと、まあ、この製品大丈夫かな、あ、この、例えばね、このマイク大丈夫かなとかね、ちゃんと目で見て確認して、音でも確認して、それで納得して、あ、買おうっていうですね、もうすべての不安を、そぎ落とすためには、やっぱり声だけでもいいんですけれども、声も必要だし、やっぱり画像とか、テキストの情報があると、やっぱりこう、そのリスナーの、まあリスナーですね、それを見た方の、なんだろうな、こう不安とか、また厚木に進もうってですね、あと買った後の未来、買った後のベネフィット、自分がこんな風になれるんだっていうことをですね、安心して迎えることができると考えています。ですのでですね、やっぱりこう、声だけで訴求をしておくっていうのはちょっと弱いっていうのがリッキーの結論です。はい。ですので、これを聞いているポッドキャスターの方、もしいらっしゃったらですね、まあ、音声配信頑張る
頑張りつつですね、ブログもやっぱ解説しておいた方がいいなっていうのが自分の結論に至っています。はい、ですのでですね、もしまだブログ解説してない方いればぜひワードプレスを選んでいただきたいなと思います。まあね、これね、無料ブログでやろうかなとかね、まあ、派手なブログでもいいかなとか、まあ、ノートとかでもいいかなとか思っちゃうんですけど、やっぱりね、自由度、本当に自由にね、こう描けるデザインを決められるのがワードプレスのブログの魅力ですね。ぜひですね、今年始まってなんか2月もなっちゃいましたけども、まあ新しいことなんかやりたいなって方いらっしゃったらですね、ぜひワードプレスのブログ解説してみてはいかがでしょうか。ワードプレスブログのですね、これだけ聞いてもですね、やっぱね、ワードプレスブログ、不安だな、わかんねえな、どうしようみたいなね、悩みってあると思うんですけども、まあ、この、リッキーブログの方にですね、詳しく、ブログのスタートの仕方とか、私の失敗談とかもですね、もらえなく、もうブログやって5年目なんですけど、全然、まあ、稼げてる部類ではないんですが、先月はですね、ブログと音声配信で1万5000円ぐらいですね、なんとか行くことができました。はい。まあ、ですね、コツコツやってれば自由に使えるお金も手に入る。まあ、そんなあなたにですね、なっていただきたいなと思いまして、今日はですね、音声配信をお届けしております。ただ、音声だけだとちょっと弱いので、ぜひブログにも足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、そしてですね、もう一つあります。それはこちらですね。例えば、メンバーシップはファンが大勢いないと稼げないですよ。そう、スタエフとかでメンバーシップ制度が始まったりしておりますけれども、誰でもですね、今は解説できるようになっております。多分、少額で300円から1万とか。で、メンバーシップがですね、設定できるようになっております。で、例えば、まあ、じゃあ、まず試しにやってみようということで、じゃあ、月300円のメンバーシップ制度を始めました。ここでは言えないことをですね、メンバーシップのところでは話してますみたいな感じで限定配信するじゃないですか。で、そこに10人が集まったとしてば、月額、まあ、3000円のチャレンジでいいんですよね。でもね、やっぱり3000円なんですよね。まあ、ちょっと3000円でちょっとね、なんか、ちょっと寂しいなっていう気持ちがありますね。そこでやっぱり20人とか、30人とか、まあ、90人とか、それぐらい集めることができないと、ちょっと厳しいぞという見込みがあります。はい。ですので、やっぱりこうね、音声配信、メンバーシップを始めるならば、かなり、まあ、ファンをですね、稼いでおかないといけないなと思いますね。月1000円のメンバーシップに100人集まれば、皆さんいくらになると思いますか？ちょっと考えてみていただけたらなと思います。まあ、単純計算で月1000円で100人いれば10万円ですよね。はい。ですので、まあ、100とか、まあ、50とか100とか、そのぐらいのですね、ファンがメンバーシップ登録してくれるぐらいの影響力を考えておかないといけないなっていうふうに思いましたね。まあ、これを見てですね、これを聞いて改めて、ウェブマーケティングの大切さ、やっぱりね、ウェブマーケティングで影響力を獲得しておくことが、本当にこれから資産というか、稼ぎにつながりますので、ぜひですね、ツイッター、そして音声配信、まあ、特にスタエフとかでしょうかね、そういうのですね、磨いておいた方がいいかなと感じております。重ねましてですね、アンカーとかはまだ、メンバーシップ制度あり、スポティファイは始まったか、スポティファイも始まったし、アップルポッドキャストでも、こういったメンバーシップ制度ですね、サブスクの対応が始まっております。はい、そしてもう一つシェアしておきたいことがこちら。Amazon アフィリエイト。いや、あんまり稼げないかも。そうですね、Amazon のアフィリエイトっていう手段もあるんですけども、まあ、例えば高単価であっても 10% ですね、売上の 10% ですね、本とかビデオレンタルが 10% ですね。まあ、例えば本の3000円の本が売れたとしたら300円。そうな、300円なんですよ、たかが。例えば、あとね、特に楽器なんかね、すごい低いですね。楽器何パーセントだと思いますか？これね、2% なんですよ、2%。だから、3万円の楽器が売れました。イエーイ、3万円売れたって思っても、あれ紹介料、600円ですかみたいな、ね、感じなんですよね。まあ、3万円の楽器が売れた、紹介料 10% だったら3000円なんで、まあ嬉しいなっていう気持ちがありますけどね。ですから、やっぱり Amazon のアフィリエイトは、まあ、
一番高くても 10% ですが、そんなにね、そんなにっていう感じですね。ちょっとお小遣いの足しになるかなぐらいね、ちょっとなんかスーパーでアイス、いいアイス、ハーゲンダッツ買えるかなぐらいな感じにしかなりませんので、まああんまりおすすめはしませんが、でも先月リッキーのですね、この音声配信とブログの方で、楽器などいつもご紹介させていただいているのをおかげさまで4000円ぐらいには先月はなりましたね。で、Amazon で訴求頑張るのであれば、やっぱりオーディブル、オーディブルは単価で1500円ぐらい訴求になりますので、まあ割といい方かなというふうに思います。たまにですね、無料体験が、まあ、0円無料体験2ヶ月になったりとかしているので、そういう時にですね、ご紹介しておくと、まあ訴求できる可能性が高まるんじゃないかなと思います。まあ高まりますね、はい、高まります。ですので、ぜひちょっとそういうオーディブルの情報なんかもチェックしてみてください。はい、今日はですね、こんなトピック、音声配信ばっかりやってるとマジで稼げないということで、いくつか、ご紹介させていただきましたが、一番の理由ですね、やっぱり皆さんあれですよ、音声でコーター化案件、訴求力が弱い、ここに尽きるかなと思いましたので、一つ情報のシェアとしてお届けさせていただきました。皆さんの音声配信の持続可能、また音声配信のですね、新しい機材を買うちょっとしたヒントになれば嬉しいです。今日の合わせて聞きたいはお休み、そして最新のポッドキャスト関連ニュースなんですけども、有料レンタルということでタスカムのミックスキャスト4、こちらがですね、なんと3000円で2週間レンタルできるですね、サービスがありました。すごいこれね、いいんですよね。あ、3300円だった。家に着いてから、届いてから2週間、ちょうど2週間使えるということで、4人と、あとは電話とか、Bluetooth でつないで、リモートのですね、収録なんかにもできる、このミックスキャスト4が3300円のレンタルとなっておりました。これについてもですね、また別のオンエアで深掘りしてご紹介していきたいと思いますので、また乞うご期待くださいませ。そして、先ほどもご紹介しましたけれども、これから、まあ、音声配信だけじゃなくて、ブログもちょっとやってみたいなと思っているあなたにですね、ブログ歴5年のリッキーが詳しく解説するブログ解説の手順なんかもですね、リッキーブログの方に集めておりますので、もしよろしければこちらの記事も概要欄から見てみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さずに無料サブスク登録壁にあなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ受けますよ。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学 This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日を。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.